行くぞタイヤ。ブンブンチェンジ。さあ、ということでやってまいりました。本日も古原エセサ TV よ、こんにちは。さあ、今回はですね、レオンチャンネルさんとコラボということなんですけれども、実はもうね、前半にレオンチャンネルさんと、あるものをコラボしたので、そちらの方はですね、レオンチャンネルさんとの概要欄にね、チャンネル載っけておきますので、そこを見ていってください。そして僕の方の動画はですね、レオンチャンネルさんにおもちゃ動画の撮り方を教えてもらおうですよ。ということで、今回ですね、レオンさんよろしくお願いします。どうもー、おもちゃ YouTuber のレオンチャンネルでーす。よろしくお願いします。おもちゃ紹介のもプロでございますから、レオンさんならではの撮り方をですね、ちょっと今回ご教授してもらおうというふうに思っております。いいんですか、そんな。はい、偉そうな立場じゃない。全然僕はそんな、いや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 、そんな立場じゃないですよ。一応本当に大先輩ですから、今日ちょっと口を出させてもらおうかな。はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして紹介するものはですね、こちら、もちろんやってるのはそう、ブンブンジャーでございます。バカげ戦隊ブンブンジャーなんですけれども、もう皆さんね、僕がもうこれ出演したと言って、そのタイミングで今回出させていただきますのでね、皆さんね、ぜひ、楽しんでいってください。さあ、ということで紹介するのは、バカげ戦隊ブンブンジャーのこちらのおもちゃセット、ブンブンジャー爆上げスターターセットを紹介していきたいと思います。ウィズブンブンスーパーカー。なるほど、ウィズブンブンスーパーカーというふうなことなんですけれども、はい、で、初回限定のやつですね。初回限定の、はい、ものなんですけれども、こちらをですね、紹介します。で、もうね、箱からやっぱね、テンションが上がるんですけれども、これ撮るときってまだここの引きで大丈夫ですか、レオンさん。これ、あ、全然いいと思います。いいです。ただ、あの、僕の場合は、うん、このウィズブンブンスーパーカーのセットは、ちょっとどういうものかみたいなのを、はい、あの、最初に言ったりしますね。あー、なるほど、なるほど。爆上げスタートセットって2種類あって、はいはい、ウィズブンブンスーパーカーと、はい、そう、ないやつがあるんですよね。はいはいはい、で、どっちも実は価格が一緒なんですよ。そうなんですか。そう、価格一緒なんですよ。へー。なんで、初回だけ、そのウィズブンブンスーパーカーバージョンがあって、はいはいはい、はい。こっちを買った方がいいよみたいな風に、はい、僕は行っちゃいますね。行っちゃいますね。行っちゃいますね。なるほど。はい。僕だったらこう、あれですね。こう行っちゃいますね。ああ、なるほど。こう行っちゃいますね。ああ、なるほど。じゃあちょっと、そこ、はい、レオンさん、ちょっと紹介してもらっていいですか、そこで。これ横見ると、はい、爆ありセットの内容、ブンブントレーラー、ブンボット、ブンブンオフロード、ブンブンワゴン、ブンブンスーパーカー、過去爆ありモードバージョンに、さらに、ブンブンチェンジャーもついてくるっていうセットになってるようです。おお、なるほど。いいっすね、いいっすね、いいっすね。ただまあ、僕は顔出してないんで。はいはいはい、あの、そっか、はい、なるほどね。それでまあ、僕はこの後後ろで、例えばこのロボットの部分、これもだから画角こんな感じですか。あ、でもだいぶ近いっす。顔がだいぶ近すぎる。近すぎる。こんくらい。そうですね、はい、こんくらいですかね。はい、で、これはブンブンカーの、まあ、これはロボットが合体することによって、こちらになるわけですよね。爆上げ合体という風な感じになるんですけれども。ブンブンジャーロボですね。ブンブンジャーロボ。はい。ブンブンジャーロボになるということなんですけれども。じゃあ、ここで、それをやっていきたいと思います。出していきます。オープン！開封の儀でございます。あんまり垂直にすぎると出した瞬間にこう倒れるんで、倒れてガーンと音が鳴ると、おもちゃ大事にしてないだろうって言われるんで、視聴者さんに見せつつ、はいはいはい、出した瞬間におもちゃが倒れないように、はい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 、はい、さあ出てきました。はい、出しちゃいます。おお、かっけえ。めっちゃ色サイバー、こんな感じ、すごいサイバーでかっこいいですね。こうかざしてもらう、手を、あ、なるほど。手をね、手をこういうことですか。あ、そういうことです。そういうことです。こういうことですか。そういうこと、あの、はい、おもちゃだけを、おもちゃだけを前に、あ、あ、いいですね、あ、いいですね、あ、いいですね、こうですか。はい、はい、うわ、めっちゃかっこいい。これはかっこいいですね。はい、ブンブンスーパーカーでございます。だからこれ色違いってことですよね。そうです。はい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 、なるほど。あ、でも本編でもこう一瞬その色になったりするんですよね。あ、確かに、はい、
細かいことを言うと、はい、あのメインアイテムを僕は先に見出しちゃう、はい、一番メインはトレーラーだと思うんで。なるほど、まあ、トレーラーから見せる。確かに先にね。うわ、レオさんがカメラマンもやってくれてさあ出た出た出ましたー、ブンブントレーラー。うおー、すごいですね。いい感じでございます。ブンブンオフロード。ブンブンワゴーン。こんな感じです。ブンボット。ブンボット。はい。ブンドリオのバイザー。来ました、こちら。さあ、ブンブンブン、ブンブンチェンジャー。かっこいいですね。いいですね。おー、こういう感じです。おいいですか、いい感じ。いい感じです。おかっこいい。ブンブンじゃでもいいんすよ、おもちゃ。ブンブンじゃのおもちゃの魅力は何すか。チェンジャーが変身できるだけじゃなくて、はい、そこにおもちゃがハマるっていう。あー、なるほど、なるほど。召喚で、はいはい、ブンカーが裏側にハマって、うんうん、しかも、ロボット状態の時に必殺音声も担ってくれるっていう。なるほど。変身アイテムで終わってないのか。すごいですね。これって例えば、うん、レオンさんはその開ける前とかに一旦説明書とか全部読んでから、はい、やるんですか。これって僕結構ぶっつけなんですけど。ぶっつけなんですよ。ぶっつけなんですよ、はい、ファーストインプレッションみたいなので見てほしいみたいな、うんうんうん、ただ事前に公式から出されている情報っていうのはすごく見ておきます。あ、なるほど、先に見ておくんですね、はい、なので例えばこれ、はい、公式からすごい言われてるのが、はい、白いところも全部塗装してますよっていう。あ、そうなんですか。チェンジャーは3000円なんですけど、はいはい、3000円とも思えないレベルの彩色してますみたいな、ここを本来だったらグレーとかにしなきゃいけないところを全部塗装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 で、これだけ出ますよみたいなすごっていう情報が公式からあって。あ、そうなんですか、はい、面白い。こうしてこうかこうしてこうかこうエンジンがこうエンジンのマフラーがこう上に来ると。ああ、なるほど、はい、そっか、全然見えてない。ああ、そう、確かにこうなんですよ。電源オンオフも、うん、あのタイヤの形に合わせてあって裏側の、はいはい、ああ、なるほど、うん、それが電源の形すらタイヤの形になってますよっていうのが結構公式の売りらしいです。これタイヤの形になってるっていう。これ結構すごい。なんかレオンさんとのコラボが本当にすごい。ちゃんとコラボしてる感がめちゃめちゃすごい。じゃあちょっと一旦僕がこのついてる状態で変身しようかなと思います。行くぞタイヤ。チェンジ。おお、よかったんじゃないですか今。どうですか。いや、物になってましたね。あ、本当ですか。さすが、ありがとうございます。いや、よかった。今カメラ撮ってるの僕なんで。いや、たまらん。ありがとう。いや、僕こそありがとうございます。いや、嬉しいこれ。ブンブンジャーロボをね、やっていくんですけれども、まあ、皆さんね、お分かりの通り、僕はいつもこう説明書みたいに組み立てるっていう風なね、ことなんで、とりあえず箱を見ます、まず。説明書いつも見ないで、もう組み立ててます。見てないです、いつも。で、なんとなくの、インスピレーションで組み立ててますね。最終的に、この形になればいいんですよね、この形に。できるかな。難しいですか。ブンジャーロボ難しさで言えば多分2とかなんですよ。あ、結構簡単、ね、簡単な。なるほど、はい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 。まあ、でもこれが胸ですからね。で、まあ、絶対これ足だから、これがまず足でしょう。ただこれ足だけどここまで来るってことは多分こういうことなんで、おそらく。おー、はいはい、これ今初めて変形やっちゃいます。初めて。お、すごい。初めて触ります、これ。まあ、でもそこくるってもう。おー、そういうことね。いや、すごい。でもよく見てこれ形すごいよな。成分 90% がブンブンジャロボですよ、これで。ほんとそうなんですよ。もはやね。ほぼトレーラーで。ほぼトレーラーでっていう。で、足が多分逆なんだ、これな。こういうこと多分ね、これね。おー。はいはいはい。すごい。こういうことで、はいはいはい。あ、こういうことね。なんとなくこういうことね。
はいはい。で、ロボットの顔が、まあ、ロボ大体ね、顔はこういう感じで。あー、なるほど、こういうことか。あ、すごいっすね。はい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 。こういうことね。で、ここに、どういうことなんですか。あ、これもう今、はい、その子、ここ人型になっちゃうと、はい、もう合体できないんですよ。え？人型になる前にやる工程があって、え？そうなんですか？その時に、はい、このブルーとピンクは変形するんですよね。はい、そっか。え、じゃあ結構ドラマに忠実に再現されてるの？そうなんですよ。ちゃんと。え、ちょっと待って。でも開くってことですよ、これね。強引に開けないようになってるんですよ、うん、うわ、そういうことっすか。じゃあ、もう一回トレーラーに戻さなきゃいけないの、これ。トレーラーというか、ゲート途中に中間の形のゲートモードっていうのがあって、はいはいはい、はい、そのゲートモードにしてワゴンとオフロードをアタックモードにしないと。やべえ、何言ってるか全然わかんない。ちょっと待って待って、じゃあ一旦これをどこまで戻せばいいんだ、これ。一回覚えると一旦そのモード挟むのが癖になりますね、はいはい、楽しくなりますね。なるほど。あ、そうですそうです。こういうことですよね、はい、これした。あー、こういうこと。あー、なるほど。うわー、面白い。そういうことか。これをこう、うわー、すげー、これおもろ。自分じゃ開けないと。ダメだ、これフワさん方式では変身できないんだね、これ。フワさんはさ、ギャーンって変身してたじゃないですか。急な、急なシューティングウルフが。そういうことね。そうなんです。これ通さないとこれ開かないんですか、これ。ここにこういう風にやって、ここを、うわー、すげー。左手が、この子がつくと。こういうことですね。こういうことですね。こういう、こういうことかな。こういうこと？なんかすっごい、え？待って、で、ちょっと角度変える。これで合ってる？え？なんかちょっと待って、前見えないぞ。見ていいですか？あれ、なんかできてる気がする。できてない。ブブー！ブブー！ブブー！あー、ブブー！え、ちょっと待って。ここが、股の部分が。股の部分？股の部分が、一旦ここ思いっきりも箱ロボにしちゃって。箱ロボにするんですか、はいはいはい、あ、そうです。今ロックかかりました。それで、ハロジンすると。あ、なるほど、そういうことっすか。なるほど。え、今度上はこれはこのままでいいと思う。あ、は、後ろ側に畳んでもらえれば。あ、そうです。あ、こういうことっすね。はい。で、あと、ピンクが、向き違いますね、これ。ピンクひっくり返ってます。あの、天井で、入るっちゃ入るってことっすね。あ、こういうことか。やばい。あとはあれですね、あのアタックモードは、うん、あの8割ぐらいは変形してくれるんですけど、はい、あと2割手動なんですよ。ああ、なるほど。じゃあここで そこからこのピンクの親指、この辺のパーツを、はい、こういうことですね。そうですね。そうすると親指が出てくるんで、はい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 、はい、とで、こっちはブルーもリアハッチの部分をこう、それを外側、あ、そうですね、そういうことですか。それです。これで完成。それで変形か。これで完全。あと、さらに細かいことを言うと、はい、この肩を、はい、もうワンクリックずつ前に上げる。おはははは、なるほど。こういうこと？そうです。これをなんでそこをワンクリック上げるかっていうと、はい、真ん中にこれメーターがあるんですよね。あー、ここっすか、はい、はいはいはい。このメーターが、うん、メーターが肩アーマーとちょうど。あー、一緒になってるんですか、はい、これ。この角度が、これで。あー、ほんとだ、はい。僕はデビュー時にそこワンクリック前にずらすのを忘れてめっちゃそこ丸れましたけど、ちゃんと説明書読んでくださいみたいな。なるほどね、はい、そうですね。でもかっこいいっすね、ブンブンジャロボ。白を基調としていいですね、すごく。かっこいい。あとウィズ、はい、スーパーカーが。確かに。これどこにつけるの、これ。それ、さっきの、おーゲートモード通しても、はいはい、変形しないんですよ。しないんですか、これ。変形しないんですよ。へぇ、指導変形のみで。なるほど。で、中が重厚になってるんで。確かに。かっこいい、これ。あとは好きなところに、うんうん、こことか、こことか、はい。乗っけるってことですか。あの、こういう風に。全部合体ジョイントがついてるんですよ、全身に。あー、なるほど。ここにですね、実はもう一つ。こちらですね。はい。僕がゴーンジャー VS 真剣ジャーで、
タケルを乗せて僕が走るみたいなシーンがあるんですよ、あのスーパーカーに。タケルがその、あの初動本で出した車に対してね、そう。それをなんかいつかタイヤのね、できたらいいなぁなんて思いながらやってたけど、今回残念ながらそれはなかったですね。はい。だけれども、もうめちゃくちゃ楽しかったからね。はい。本当にそこに関しては、ちょっと皆さんも見てない方は見てください。見た方はね、ぜひ感想を YouTube のコメント欄の方にお願いします。ちょっとこれ子供しかもらえないですよ、これだからね。そうなんですね。なんか、大人かわいそうですね。ね、しかもめちゃくちゃテレビに出てくるもん、ね、大人の大きなお友達は、はいはい、こっちのウィズブンブンかスーパーカーバージョンを買えば同じ形のものが手に入るよっていう、そっちの救済になった。これ実物見たけどめちゃめちゃかっこよかったっすね。乗りましたけれども、そういや、これでねかっ飛ばしたいって思いましたね。やっぱりこういうのを一個ずつ丁寧にやってたらめちゃめちゃ時間かかるんだろうなって思いましたもん。やっぱ今玩具レビューも専門でやってらっしゃいますもんね。そうですね。ってなったらもうやっぱそうなりますか、どうしても。あ、でもまあ基本は1時間とか2時間で、でも、まあ、編集も全部自分でやってるので、なんだかんだ1本やっぱ3時間、4時間ぐらいはかかりますか。かかりますね。ですよね、絶対かかりますよね。え、これ、でもこれいけます？これ結構強引に行っても大丈夫ですか？これなんか割れそうで怖い。そうです。任せてくださいよ。お、こういうのは、はい、いや、もう優しく、うん、サクッと、うん、おお、入った。簡単にはまるんすよ。あれ入った。で、あー、僕が作っちゃった。おー、なるほど。いや、でも俺嬉しいっすよ、はい、レオンさんが作ってくれたって全然嬉しいですよ。完成しました。はい、完成しました。ありがとうございます。はい、見えやすいように肩つけるのをおすすめします。あ、視聴者さんが見えやすいように肩とかに、そういうこういうところにね、はい、そういうところつけると見えやすいっていう。おー、かっこいい。いや、これテンション上がるわ。これ見てください、これ。でもこうやって考えたらこっちもめっちゃかっこいいですね。いや、ほんとそうですよ ね、 ね、こっちはおもちゃを買わないと手に入らないやつなんで。確かに。やっぱ大きな大人、お友達が、うん、はいはいはい、ゲットできる。いやー、かっこいいですね。ということで完成しました、ブンブンジャーロボー with ブンブンスーパーカー2台ついているというようなことでございます。いやー、かっこいい。さあ、こういう感じでございます。せっかくなんでエンジン王も、はい、はいはい、合体させてもらって。なるほど、いきますか。ではエンジンを合体させちゃいます。まあ競争じゃないんでちょっと丁寧に。早い、はい、はい、ということですね。おー、はい、サイズ的にはまあちょっとエンジン音の方が大きいのかなっていうふうに思いますけれども、ほぼほぼ同じですね、サイズ感としては。ここからさらにめちゃめちゃでかくなるんで、エンジンを。ブンブンジャーロボもどういう風になっていくのかってちょっと楽しみになってたりしますね。あと、これが必殺技が鳴らせる、はい、チェンジャーが。なるほど。背中にはまるんですよ。え、ここに、ここに。ここにはまるんですか、これ。この白いところに。はい。じゃあちょっとはめてみますね。ああ、これね。うわっとーっていうこと。かっこいい。これすごくないですか。変身道具とこれくっつくのかっこいいっすね。そうなんですよね。これが結構やっぱブンブンチェンジャー今年熱いなっていう。これめっちゃいいっすね。あとさらに言うと、はいはい、チェンジャー外してもらっていいですか。はいはい、で、後ろ側の、そこのチェンジャーの後ろ側に車を刺し、はい、ぶっ刺してもらって、透明なところに。はい、おお、識別してる。すごっ。あ、なるほど。赤い戦隊ブンブンジャー。おお。赤い戦隊ブンブンジャー。あ、すごいっすねこれ。すごいっすよね。え、ちょっと待って、他のやつ全部全部全部違います。え、一個一個全部違います。ブンブンスーパーカー。今度は走行音が。
さっきはブンブンジャーでしたけど。そういうことか。はい、すごいっすね、これ。あ、じゃあ押され方が違うんだ、ちょっとこの。そうですね、中のピンが違うっていう。変身アイテムで変身だけじゃなくて、いろいろ遊べるっていうのが、すごいっすよね。これすごいっすね。てか、これ、レオンさんが、これ言ってくんなかったら、俺さっきまで終わってたかもしんない。これめっちゃ面白い。確かに、説明書読むの大事だ。そうやって考えたら。あとは、さらに言うと、はい、ちょっといいですか、はい、ロボいただいて、はい。これをですね、この、外しまして、顔につけると、うん、顔が優しくなって、うん、ブンドリをブンデラスが完成する。ああ、本当だ。おお。皆さん動画の方いかがでしたでしょうか。このレオンさんとのねコラボ動画の方はですね、概要欄の方に貼っておくので、こちらの方から皆さんぜひ飛んでみてください。そしていいね、高評価、チャンネル登録の方もどうかよろしくお願いいたします。ということで、レオさん、本当に本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、みんなまたね。レッツゴーオン。ゴーオンだった。今回の動画は、ヒーロー入社さんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。